モルニア軌道のズモルニア軌道を取る衛星の地球上空の経路モルニア軌道は人工衛星の軌道の一つで軌道傾斜角を63.4度近地点引数を270度とし接動による近地点引数の移動をほぼゼロになるよう選んだものである極めて軌道離心率が高く長大円軌道に置かれているモルニア軌道は潤道機軌道の一種で光転周期が 高整備の半分である。ソビエト連邦は大部分が高緯度にあるため、赤道上空の静止軌道に通信衛星を打ち上げると、行革が低くなり、通信の面で条件が良くない。そこで近点高度 500km、遠点高度4万 km、軌道周期が12時間の楕円軌道に投入することが考えられた。この軌道にある衛星を高緯度地域から見ると、 地平線から現れた衛星が速度を落としながら空を登り、天頂近くを非常にゆっくりと移動した後、速度を上げながら地平線へ沈んでいくように見える。このため、数機の衛星を間隔を空けて通過させることによって、通信に好都合な天頂付近に常に衛星を置くことが可能となる。モルニア軌道は、モルニア衛星とその後継のメリディアン衛星で用いられているほか、 早期警戒衛星の一部でも採用されている。1964年に、モルニア軌道に向けて2機の衛星が打ち上げられたが、いずれも失敗に終わった。1965年4月、3度目の打ち上げで、軌道投入に成功し、衛星には、モルニアの名が与えられた。以降、年2から3機のペースで打ち上げが継続され、モルニア衛星だけで150機以上が、 モルニア軌道に投入された。2012年現在は、老朽化したモルニアの後継機として、メリディアン衛星がモルニア軌道に打ち上げられている。ありがとうございます。